おっさん野球のルール知りません。それでも今からイチローになれますか？イチロー。舐めてんじゃねえぞゴラ。イチローはタフだなぁ。イチロー優しいな。怒って無視して帰っていいレベルだわこれ。ふざけた名前のこいつはそもそも誰やねん。雰囲気的にネタやんけ。何の動画やこれ。誰これニート？赤のユニフォームがちょっと受け付けない。そもそもヨヘって誰よ？マジで言ってて草。マジで誰だよ。ひでえな。イチローニコニコで草。まっすぐな目をしてる。そらそうよ。サンキューイッチ。この後ちゃんと答えてあげるのほんま優しいよな。そらそうなるよ。イッチは冗談こんじえてくれるからええよな。草。タフという言葉はイチローのためにある。冗談でもこんな舐めたこと言う勇気ないわ。小学生までやろこれに運可能性あるねで返せるの。タフという言葉はイチローのためにある。草。優しいなイチロー。イチローに突っ込ませるとかやるやん。調べたら TikTok クリエイターみたいやな。野球に興味を持ったこと自体は歓迎してるからこその反応やな。僕は野球のルールも知りません。それでもイチローさんを超えられますか？本気で思ってそうで怖い。優しくて草。朝カレーはきつい。なめんなこら。このチャンネルでは南西でのプロ野球やメジャーリーグなど、最新ニュース、注目を集めている話題をまとめています。頑張って更新しますのでお見逃しのないよう、よかったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。高評価もいただけましたらとても励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。